ホバート・ボズワースは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。本名ホバート・バン・ザント・ボズワース、愛称バイオレッツ。日本では、ホバート・ボスウースとも紹介された。1867年8月11日、オハイオ州マリエッタに生まれる。舞台から映画に転向、映画への最も古い出演記録は、 満41歳となる1908年、フランシス・ボッグズ、トーマス・パーソンズの共同監督による、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、モンテ・クリスト博の短編映画家ザ・カウント・オブ・モンティ、クリストで、主人公のエドモン・ダンテスを演じている。以降、セリグポリスコープ・カンパニーの量産する、短編映画に多く主演する。1911年には、 自らの主演作スタビリティ vs ノビリティで監督業に進出する。1913年、ホバート・ボズワース・プロダクションズを設立し、ザッシー・ウルフの制作、監督を行う。同社の制作した作品は、ジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイ・カンパニーやパラマウント映画が配給した。1915年に監督した主演作ファーザー・フッドでは、美術等も手掛けるが、 同作は、ユニバーサルフィルムマニュファクチュアリングカンパニーでの制作、配給作品で、同作以降、同社に所属する。自作ザ・ホワイト・スカーを最後に監督業から撤退、再び俳優業に専念する。翌1916年、ユニバーサルが参加に設立した、ブルーバード映画では、ロイド・ビー・カールトン監督の恨みの探検に、主演。 同作は日本でも公開された。同年、浮世に主演したのを最後に、ジェシー・エル・ラスキー・フィーチャープレイ・カンパニーに移籍する。陶器化した1930年以降も、主演や脇役を含め映画出演を続け、その多くは日本でも公開されている。満75歳となる1942年、レイエンライト監督の新タウンが、最後の出演作となる。 1943年12月30日、カリフォルニア州グレンデールで肺炎のために死去した。満76歳遺没。同市にある、フォレストローンメモリアルパークに眠る。映画産業への貢献により、ハリウッド大通り6522番地に、ハリウッドオークオブフェームの星を刻む。特筆以外はすべて出演作である。 1915年以前の出演作は主なものに、止めた。ありがとうございます。